今回はもう何年かぶりにね、メガネを新しくしました。というのも、この前使ってた、このメガネ。まあ、このずっとこの YouTube 始めた時からかけてるメガネなんですけど、これが、このツルの部分がすごい短くて、耳の、なんていうの、これでもね、いろいろこう調整してもらって、角度とか変えたりしてね、なんとかかけてたんですけど、もうここの耳の引っかかりとかも悪くて、本当はこう耳のとこでこう引っかかってないといけないのが、もう耳のここら辺で終わっちゃってるっていう感じで、すごいなんかかけづらかったので、このメガネも何年もかけてるし、サイズが合わないからもうあれかなと思って、新しいのを購入したので、まあ軽くこれ紹介したいかなと思います。どうでしょうかね、見た目的に。あんまり動画じゃ伝わんないかもしれないですけど、結構ね、この前のメガネと比べて、縁が細くなって、少しレンズの大きさ、縦がちょっと縮んだっていう感じなんですけど、横幅が結構あるメガネなんですよね。だから結構なんかスタイリッシュに見えるかなと思うんですけど、どうでしょうか。なんかね、自分で見た感じは、こっちのメガネの時よりも、ちょっとなんかのっぺり感がちょっと少なくて、すっきりした見た目になってるのかなと思いますね。はい、ということで近くで見ると、こんな感じのメガネですね。で、メーカー言ってませんでしたが、これね、専用のケースがついてきて、レイバンっていうメーカーのメガネでございます。結構有名でご存知の方も多いと思うんですけど、レイバンのメガネです。ちなみにこれ前かけてたメガネなんですけど、ジャパンフォレストっていうんですかね、っていうメガネなんですけど、まあこれも一応ね、今、あっちで洗ってもらったんで、綺麗な状態になってるんですけど、こんな感じですね。このメガネは、まあ、今回購入したやつと比べて、結構ね、縁がこう太いのがわかるんです。縁が太くて、レンズが結構大きいんですよ。こんな感じのやつですね。で、まあね、結構もう何年もかけてるメガネなんで、結構傷とかが入ってたりしますね。こんな感じで。あと、なんて言うんでしょうね。こういうなんか、もう取れないような汚れとかもね、ついてますね。レンズの傷とかってのはそんな目立たないんですけど、まあ今までこんな感じのかけてたんですけど、今回購入したこのレイバンのメガネは、こんな感じでね、縁が細くて、少しこう縦にレンズがね、細いんですが、横に長いから結構スタイリッシュな見た目でね、個人的に好きなんですよね。こんな感じ。で、もう持った感じも明らかに分かったんですよ。もうあっちで、これをね、渡されて持った瞬間に軽って思ったんですよね。こっち本当にね、全然重さが違うんですよ。これね、かなり重さ違うと思うので測ってみます。この前のね、このジャパンフォレストっていうやつは 42g ありますけど、今回購入したこのレイバンのやつは30、軽くなってますね。こっちが42。だから、10g 近く軽くなってるんで、体感としてはものすごく軽く感じましたね。うん。で、なんていうんですかね。素材をもう見ていただくとわかるんですけど、こっちのやつってこうプラスチックだったんですよ。こんな感じで、ね。もうすべてフレームはプラスチックで、できてるんですが、こっちは、まあ、ここに軽い理由があるんですけど、わかりますかね？チタニウムでできてるんですよ。だから軽いんですよね。このフレームの、この、ツルの部分も、フロントの部分も、このね、枠のところはチタニウムでできてるんで、めちゃくちゃ軽いと。だから軽くて細いからといって、華奢な感じもしないし、すごい、高級感が漂うね。メガネなんじゃないかなと思いますね。こう、色はね、こう、一応ね、買ったお店は、カラーバリエーションは、黒と、紺色みたいな、濃い青みたいな色があったんですけど、ブラックにしました。で、耳当てのところは、まあ、プラスチックなんですけど、すごい肌触りがいいんですよ。めちゃくちゃ、ツルツルしてて、ここなんですけど、なんか、その紺色のやつは、なんか、ちょっとサラサラした、非光沢の素材だったんですけど、ブラックタイプになると光沢バージョンになりますが、そこまで肌触りが変わらなかったんで、まあ、そこはいいかなと思います。じゃあもうちょっとさらに細かくデザイン見ていきますけど、まあ、フロントこんな感じですね。はい。で、鼻当ての部分がね、少し小さくなってるんですかね。
こんな感じ。まあ、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、よく見ると鼻当てのところにもレイバンのロゴが入ってます。めちゃくちゃおしゃれじゃないですかこれ。こんな感じでね、もう寄ってみると余計わかりますね、このチタニウムの高級感が。そしてここのヒンジのところもなんかすごい良さげな、ちょっと指紋ついちゃってるんですけど、すごいデザイン性がね溢れた、ヒンジですねこれね。こんな感じのやつ、なんか特殊ですね。っていうのもこれね、ちょっと見てわかると思うんですけど、少しこう弾力があって、こんな感じでちょっとここが動くんですよね。これね、これのおかげでね、掛け心地がいいんですけど、まあ今までのメガネって、まあここが普通に部品と部品がこう普通にヒンジでくっついてるタイプなんですけど、ここがまあ広がるは広がるんですけど、まあ基本的にはまあ固定されてるって感じなんですけど、これね、なんとここが広がるんですよ。これめちゃくちゃ広がるので、あのめちゃくちゃかけやすくて、装着した時もあの耳のところが圧迫されるような感じがないんですよ。だからすごく装着感がよく感じますね。これもね、ここ広げるとちょっとね、フロントのところに負荷がかかるような感じがあって心配なんですけど、これはね、まあある程度広げたとしても、このヒンジのところがね、こう曲がってくれるので、ていうかもうかなり広げてもこうね大丈夫な感じなんで、結構フィットしてくれますね。うん。しかも、細くて軽いという、チタニウムって素材がやっぱすごいですね。かなり高級感もあるし、悪いところがない。こっちに比べて劣るところがないんですよね、ほんと。すごいいいです。やっぱこう全然素材によって変わりますね。今まで全部プラスチックだったのが、全部チタニウムになったわけなので、かなりね、高級感というか、違いを感じますね、ここで。で、ちょっとね、これね、レンズなんですけど、ちょっと違うんですよ。違うと言っても、ちょっとオプション的なものを入れてて、まあ、度数とかは今回変わってなかったんですけど、これちょっと前かけてたメガネね、自分の行ってるお店は、オプションで、このレンズの薄型加工と、ブルーライトがカットできるようにするレンズにすることができるんですけど、自分は遠視とか乱視とかいろいろ混ざってて複雑な視力になってるんですけど、だからもう、視力検査するときも、眼科行った時にこう専用のこうレンズとかこうやってはめてく、こうやって横ら辺からカポってレンズをはめてくメガネあると思うんですけど、あれももう7、8枚レンズが必要で、もうここら辺で持っててもらってやったりしてるぐらい複雑な、だからもう自分と同じ視力の人がいないんじゃないかっていうぐらい複雑な視力なので、ものすごくこの加工が入んないとレンズが分厚くなるよって言われたんですよ。でもこのね、レンズの薄型加工によって、レンズが薄くなるんですよ。本当はね、自分の視力だともっともっと分厚いね、虫眼鏡ぐらいになるとか言われてて、でも、その薄型加工を入れることで、これは薄くなってますね。今回の眼鏡も同じなんですけど、結構でもこっちの方が薄くなってる気がする。でも全然見え方とか変わってなくて、かなり薄いですよね、これね。全然厚みが違う。ちょっとフレームが太いから分かりにくいかもしれないですけど、レンズがすごい薄くなった感じがありますね。そして一番ね、進化したのがこのブルーライトの加工なんですけど、ちょっと見てもらうと分かりますね、カメラでもね。こう紫に反射してるんですよ。紫というかピンクというかにこう反射してると思うんですけど、これがね、こう従来のブルーライトの加工で、ちょっとね、気持ち悪くなったら申し訳ないんですけど、こんな感じでね、コーティングがこうされてるんですよね。この両面と、表面、裏面、両面に、ブルーライトを、シャットアウトするコーティングがされてるんですよ。だからこんな感じでね、少し色がついたような感じになってて、で、カメラではわからないと思いますけど、これね、白い紙だとしますけど、ちょっとね、色が変わっちゃう、わかりますね。ちょっと黄色っぽくなってるんですよ、ほら。白いものを見ると、もう黄色っぽくなってたりして、全体的に暖色系にちょっとだけなんですけど、見えちゃうんですよね。でもね、ちょっとだけって言っても、目で見るとかなりの変化で、もう全然メガネ外した時とかけた時の、
色味が違うんで、なんかすごくこれ正しい色じゃないんだなっていう感じがしてて、でさらに屋外とか見るともう暗、そんなにね大した変化ではないですけど暗く見えちゃってたんですよ、少しなんですけど。でもやっぱりこうずっとメガネってかけてるものなので正しい色がちょっと見れないとあれなんですけど、まだ今度これメガネ買った時の、このメガネ買った時のブルーライトのカットの加工ってこれしかなくて、まあ、基本的にこうあのレンズが元々あって両面にこうコーティングをしてるからちょっと色味変わっちゃうよっていうのが普通だったんですよ。でも今回はあの全然コーティング剤とかは塗ってないんですよ。あのコーティングではなくて、もうどういう仕組みなのかわかんないですけど、レンズ自体でブルーライトをシャットアウトしてくれるっていう感じになったみたいです。なので何も色とかは変えることないし、すごい色味も正しくなってて、なのでこのメガネかけた時明るってなったんですよね。お店の中でも明るレベルで、外に出てもあやっぱちょっと色がよく見えるなっていう感じがしてて、自分ねあの色彩的な障害とかはないんですけど、メガネかけてない時よりかけてる時の方が色がパッと出るんですよ。だから結構ねこの色が正しく出てるメガネだからすごいね綺麗に見えましたね。度数自体は変わってないはずなのにめちゃくちゃ綺麗に見えたっていう。でしかもブルーライトカットの機能だけじゃなくて、あの静電気を防止してくれてホコリがつきにくいと、ホコリとか汚れとかがつきにくいっていうのも一緒に入ってるみたいです、その中に。でさらに傷防止の加工も入ってるっていう、そんな感じの加工でめちゃくちゃね最強なレンズになってるんですよね。どうすかこんな感じで、色的にはねちょっとあの緑っぽく光ってると思うんですけど、まあレンズらしい光り方っていう感じですね。ちょっとこれねこの色で光られるとちょっと気持ち悪い感じあるんですけど、まあ普通っていう感じですよね。変哲はないっていう感じなんですけどね、めちゃくちゃいいです。付属でついてきたレイバンのケース、これがめちゃくちゃ高級感ないですか。本革ではないと思うんですけど革なんですよ、全面革。まあ、これがね前のメガネ、このメガネの時に使ってたケースで、これはねついてきたわけじゃなくてお店でもらったケースなんですけど、まあ、これはこれでシンプルですごい気に入ってたんですけど、こんな感じで使ってたんですけど、さらに上を行く高級感ということでこんな感じのケースですね。どうすか、なんかヒンジの動きとかもすごい良くて、ケースまで高級感が伝わってくる、すごいですねこれね。でここにレイバンという彫り込みがあって、中開けるとこんな感じ。中はまあメガネを傷つけないように、なんて言うんでしょうね、優しい感じの生地になっていて、ここにも、レイバンの部分が入ってます。そしてなんと、専用のマイクロファイバーの布もついてます。こんな感じですね。この布にもレイバンのロゴが入ってます。こんな感じのやつ、布質がかなり柔らかい。そしてまあメガネとか汚れた時に、まあ、これで拭くとね、汚れが取れますっていうやつ。これ前ね普通についてたやつでもかなりあのこういう系の布ってホコリとか指紋とかそういうのが消えるんですけど、さらに多分これいいやつだと思うのですごい綺麗になると思いますね。今汚れてないから変化は分かりませんが、めちゃくちゃ綺麗になると思います。まあ基本的にこの布はここに敷いとくって感じですかね。この状態でメガネを入れとけば傷がつかないと思いますね。で、かけ心地なんですけど、かけ心地もね、お店でね、つけた時に、あ、すごって思ったんですよ。まず、チタニウムの、でできてるので、ものすごく軽いわけなので、このね、前使ってた、オールプラスチックの、ぶっといメガネをかけ慣れてたので、すごい軽く感じたんですよね。うん。本当にね、軽くて、全然、負担がない感じ。今までは、ちょっと、まあ、普通に、まあ鼻のところがちょっと、まあサイズが合ってなかったっていうのもあると思うんですけど、ちょっと鼻のところが押されてたりとか、やっぱここら辺にね、ちょっと負担がかかってたりして、苦痛ではなかったんですけど、あ、まあ、
メガネかけてるなっていう感じはしてたんですけど、これはね、もう本当にかけてるのを忘れるぐらい、冗談抜きでそのぐらい軽くて装着感もいいです。まあサイズが合ってないのをつけてたから、本来メガネっていうのはこういうものなのかもしれませんけど、自分はね、すごい感動しましたね。で、まあ、このね、つるの長さもちゃんと長さあるので、まあ耳のちゃんと奥までがっつりホールドしてくれて、まず落ちるっていうことはないし、やっぱ掛け心地もいいし安心感もあります。で、このつるの部分が広がるヒンジの機構によって、ここが圧迫されてる感っていうのはないですよね、ここの部分が。今までちょっとね、当たってたなっていう、痛くはなかったんですけど、あ、ちょっと当たってるなという感じはあったんですけど、全然そんなことなくて、全然そのね、圧迫されてるとかそういう感じじゃないです。鼻のところもね、全然圧迫はされてない感じで、すごく掛け心地がいい。本当にね、全然顔が軽くなるっていうか、本当にね、ここら辺の負担が少なくなるので、まあ、ちょっと、疲れにくくなるんじゃないかなって、冗談抜きで本当に疲労感が軽減されるのかなって、ちょっと期待してますね。これもね、このメガネも、まあ、少ししたらまたね、使用感レビューはしたいと思うんですけど、今のところ、めちゃくちゃいいメガネです。本当に装着感に関しては、まあ、今までも、まあ、このメガネをかけてたのがね、もう4、5年あるんですけど、今までかけてきたメガネで多分一番いいんじゃないかなと思います。すごいね、装着感。やっぱ装着感が、まあいいんですよ。とにかく良くて。まあ、理想の感じのメガネがね、手に入れられたっていう感じですね。素材感も良くて、軽くて、装着感が良くて、しかも色とかが変わんなくて明るく見えて、レンズが薄くて、で、かつ見た目も良くてっていう感じでね、めちゃくちゃいいメガネを手に入れられたと思ったので、まあ、とりあえず、これでね、日常生活を過ごしてみて、少し時間が経ったら、またね、使用感レビューという感じで動画を撮りたいと思うので、ぜひご視聴ください。ちなみに価格は、レンズ込みで4万ぐらいです。高いっすね。でもやっぱ、見た感じ値段相応なんじゃないかと思います。このチャンネルでは、主にガジェットとか家電とか、まあ自分が気になって買ってみたものの開封とかレビューとか、まあ少し時間が経っての使用感レビューとかをこんな感じで伝えてるチャンネルなので、ぜひよければ、高評価とチャンネル登録、通知のオンよろしくお願いします。ということで他3つの YouTube チャンネルと各種 SNS もやってますので、この動画の概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしていただいて、フォローとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。